続きまして第2部の講義3として関西大学副学長化学生命工学部教授吉田宗博先生に講義いただきます。関西大学の吉田でございます。ビタミンとそれからミネラルについてのお話をさせていただきます。ビタミンとミネラルにつきましてですね、策定にあたりましたワーキンググループで、その策定にあたりましたのが、脂溶性ビタミン、これが田中清先生、それから水溶性ビタミンはここにお名前はございませんけれども柴田克美先生、それから多量ミネラル、これが上西先生で、私は微量のミネラルの担当をいたしました。実は2015年版も全く同じメンバーで、さらに遡りますとうち3名は2010年版も同じメンバーで、さらに、柴田先生に至ってはその前もでございますので、長い人では20年、短い人でも10年これに関わってきているという状況です。最初に佐々木先生の方が後継者が不足しているというお話がありましたが、もう10年も20年もやっておりますと、実は、策定のメンバー上西先生を除きますといずれも高齢者の仲間入りをしておりますので、本当に後を継ぐ人が出てこないと大変なことになるなというふうに感じております。それからビタミン、ミネラル、非常に数が多く、全部で26種類もございます。で、従いまして一つのものについて3分程度しかお話ができないだろうと思いますが、総論的なことを少し申し上げますと、ビタミン、ミネラルというのはほとんどですね、特定の食品に偏って存在しているというケースが非常に多くございます。で、従いまして、すべてのビタミンやミネラルを、基準値を充足させるような献立を作るというのは非常に難しいというよりもほとんど無理であろうと私ども考えております。で、従いまして1週間あるいは場合によっては2週間ぐらいの中で数日も合わせていただくということが極めて重要だろうと思います。佐々木先生が総論の中で、ビタミン D が、日間変動 200% を超える日間変動があるという話をされましたが、ビタミン A やヨウ素に関してはもっとすごい日間変動がございます。ビタミン A の場合はレバーであるとかですね、あるいは要素の場合は昆布といったような非常に特殊な食品がございますので、そういったものを摂取すると立ちどころに対応上限量は1日あたりの対応上限量は超えてしまうんだけれども、だからといってそれを忌避いたしますと逆に摂取不足に陥るんだということもご理解をいただきたいということであります。それでは一つ一つのビタミンやミネラルについてのお話をさせていただきます。で、まずはビタミン A でございます。A につきましては考え方あるいは、基準値の数値、それほど大きな違いはございません。特に考え方について何かを変えたということはございません。ビタミン A につきましては、一般的には栄養素につきましては血液中の濃度を一つの指標に使うということがよく行われるのですが、ビタミン A に関して申しますと血中濃度が必ずしも肝臓中のビタミン A の濃度を反映していないというところがございますので、肝臓のビタミン A の貯蔵量というものを一つの基準といたしました。ただし肝臓のビタミン A というのはそうそう簡単に測れるものではございませんので、肝臓のビタミン A と、これは実は体内のビタミン A なのですけれども、体内のビタミン A の量とおしっこに出てくるビタミン A の量との間に一定の関係がございますので、肝臓中濃度が最低限、必要量ギリギリの方のおしっこに出てくるビタミン A の量から、その量を補うビタミン A が1日の必要量であろうということで、必要量を求めております。で、小児につきましては、他の栄養素多くの方法が取られておりますように、そこにあります体重比の 0.75 乗と成長因子を用いて、あるいは妊娠中の方、授乳婦の方につきましては赤ちゃんへの移行量あるいは母乳中に分泌される量を用いてそれぞれの必要量の計算をいたしました。から乳児の目安量につきましては母乳のビタミン A の濃度を基準に用いております。から対応上限量に関して申しますと、これはよほど特殊なもの、例えば栄養学の教科書なんかによくアザラシの肝臓であるとかシロクマの肝臓といったものが書いてございますが、そういったものを一定期間大量に食べられたケース、あるいは
ビタミン A のサプリメントを継続的に大量に捉えた場合に、肝臓障害が出ております。従いましてそれを用いて対応上限量を求めたということであります。でただし、ここで求めております対応上限量というのが今申しましたような、変わった動物の肝臓であるとかサプリメントを一時に、一定期間ですけれども、摂取し続けたケース、これ一種の急性中毒でございますので、慢性的な摂取量で、慢性的に少し多く取った場合どういったことが起こるかということについても実は少しずつ論文が出ておりますが、そちらについては少し対応上限量配慮できておりませんので、ここにお示しいたしました、対応上限量と申しますのは、少し急性中毒の方に偏った数字であるというご理解をいただきたい、非常に考え方難しいのですけれども、一方で、うなぎやあるいは通常のレバーを一食パッと食べてこの量を超えることは構わないということを申し上げておりながら、この量に近いところを延々と続けるのも困るというですね、非常に矛盾したようなことを申しておりますけれども、ここでも設定しております対応上限量というのはあくまでも急性中毒を一つ目安にしているということも、ご理解いただければということであります。それからカロテノイド類に関しましては、体内でビタミン A に変換されますけれども、ビタミン A の必要量が飽和している場合はそれ以上は変換されないというふうに考えられておりますので、この対応上限量というのはあくまでも、ビタミン A そのものである、あるいはサプリメントであるとかそういったものが念頭に置かれているものであるというふうにご理解いただければと思います。続きましてビタミン D でございます。実は今回の、2020年版においてビタミンの中であるいは微量栄養素の中で最も注目を集めているのはおそらくこのビタミン D であろうと思います。それと申しますのも、多くの学会等から、血液中の、ビタミン D の栄養状態の指標として、望ましいのがビタミン A が D は体内に入りますと25の1に水酸菌が入った25ヒドロキシビタミン D というものができまして、でこれの血中濃度がビタミン D の栄養状態の一番良い指標であるというふうに言われております。そして、多くの学会はこの血中のビタミン、ヒドロキシビタミン D の濃度として30ナノグラムパーミリリッターという数字がふさわしい、それ以上あることが望ましいというふうに、言われているわけであります。でところが日本人の多くは実はこの数値に届いておりません。でそうなってまいりますと日本人のほとんどはビタミン D 不足であるというような形になってしまいますが、やはりそれは少し違うのではないかというのが摂取基準の考え方でございます。でそこで、私どもは何を指標にするのかということで疫学研究で骨折のリスクを上昇させないビタミン D の必要量というものに着目をいたしました。でその時の、ビタミン D、これは摂取量ではなくて血中の 25D ヒドロキシ D の濃度でありますが、やはり20ナノグラムパーミリリッターあれば、骨折のリスクはそれほど上昇しないというふうに言われておりましたので、今回も、血中の25ハイドロキシ D の基準としては20ナノグラムパーミリリッターを採用したということであります。で目安量の策定につきましては従来は、日本人の摂取量の中央値、それも国民健康栄養調査の摂取量の中央値を用いておったのですが、少しその点については検討をいたしました。まずアメリカ、カナダの推奨量がどのような数字を出しているのかというのを見ていきますと、15マイクログラムパーデーというそういう値を出してきております。ただし、ご存知のようにビタミン D というのは体内で皮膚の中で紫外線を浴びることによって生成してまいります。でこの量がアメリカ、カナダの摂取基準では考慮されていないということで、ビタミン D というものは体内特に皮膚でどれぐらいできてくるのであろうかということについて、そういったことを調べました。で結果として分かりましたのは、これはまず、日本列島は長い、非常に南北に長いので北と南ではやはり相当に違う、それから夏と冬とでも相当違うということが分かりました。でここに5.5 マイクログラムという数字が書いておりますが、これが、皮膚でできるビタミン D としてはやっぱり最低限これぐらいできてほしい
という、まあ、一つの目安として 5.5 マイクログラムという数字を掲げておるんですが、これに必要な、まあ、日光浴の時間、これが札幌の冬で76分でございます。逆に言いますと7月の沖縄ではわずか3分浴びていただければ、この量は生成してまいります。ということになってまいりますと、7月に1時間も日光浴をすれば、もしかしたら食べ物から霊を補う必要はなくなってしまうぐらいの生成があるということかもしれません。で、まあ、一応この最も少ない霊の生成量、皮膚での生成量を 5.5 と考えますと、先ほどアメリカ、カナダの食事摂取基準が15マイクログラムという数字を持ってまいりましたので、そこから 5.5 を引いた約10マイクログラムというのが一つの目安になろうかということであります。ただしこれは日本人よりも体格の大きなアメリカ人に対しての数値でありますので、日本人の数値としてということで、次に摂取量の方を検討いたしました。で、下側の数字が、国民健康養生さんにおける数値であります。で、それ以外に上側の4つの研究がございます。これは、デーを含んでいる食品というものが非常に限定をされて、まあ、高濃度で含んでいる食品が限定されておりますので、一般的な食事記録ではなかなか把握しきれないということで、ビタミン D の摂取量に特化したような調査をされた研究がいくつかございました。で、それを見ていきますと、そこにありますように、1日あたり6から11ぐらいの数字が出ております。で、この数字の、まあ、平均的なものとして8.5という数字が導き出されるということであります。で、先ほどアメリカ人の体格であって、日照量、日光浴のことを考慮すると多分10であろうとすると、日本人の体格に換算するとやはり 8.5 というのは妥当な数字であろうというふうに、判断いたしまして、最終的に、ちょっとごめんなさい、こっちへ行きます、はい、ここにありますような、成人に対して、また元へ戻っていただきますので、今はこの数字だけ見ていただきたいんですけれども、8.5 という目安量を策定させていただいたということでございます。で、太陽上限量の方でございますけれども、まあ、ビタミン D もちろんたくさん取りすると、高カルシウム結晶というもののリスクが高まってまいります。で、これにつきましては、1日あたり1ミリグラム以上を摂取した場合に、高カルシウム結晶という、まあ、リスクが高まるという報告がございますので、安全率というものを考慮いたしまして、その10分の1の値、1日あたりにして100マイクログラムという数値を、対応上限量として設定をしております。それから生活習慣病に関して手術の報告ございます。それから、特に発症予防あるいは重症化予防について多くの報告が出てまいりました。ただし定量的な、まあ、数値を設定するにはまだ至っていないということから、次のフレイルの予防に関しても、特に骨折予防にはおそらくデーは関与している可能性が非常に高いのですが、現在フレイルを予防を目的とした量を設定できるだけのまだ根拠がないということで、量としての策定は見送らせていただいているということであります。ただし、先ほども申しましたように、日光浴によりまして皮膚でビタミン D が産生されるということを考えますと、まあ、ここにはフレイルというふうに書きましたけれども、この表の欄外に書いておりますように、日照により皮膚でビタミン D が産生されることを踏まえまして、フレイル予防を図るという観点で、それだけではなくて、もちろん一般の方々も、日常生活において可能な範囲で適度な日光浴をされるということが、ビタミン D の栄養状態を保つためには重要であろうということであります。続きまして、ビタミン E でございます。ビタミン E につきましては、日本人においてビタミン E の不足による健康障害というものは報告がございません。から日本人の血中のビタミン E、アルファトコフェロールの濃度に関しましてもほぼ適正な量であろうというふうに考えられておりますので、現在の摂取状態、平均的な日本人の摂取状態というものは、
ビタミン E に関しては、まあ、それで十分であろうということで、目安量というものの策定を、まあ、させていただいている。いわゆる、そこにありますように、日本人の摂取量の中央値をもとにした、目安量を成人、あるいは高齢者、あるいは小児に対しては設定をしたということであります。それから耐用上限量でございますけれども、これはまあ、過剰にサプリメントを捉えたケースにおいて、先ほど書きましたような健康障害が認められるという事例がございますので、それに基づいて耐用上限量というものを策定させていただいております。それから生活習慣病の予防、その他に関しまして、ビタミンを多く取った場合に、いろいろな疾患の予防になるという報告が出ておりますが、逆に、予防ではなくてマイナスの効果があるという報告も出てきておりますので、そういったものの数値、生活習慣病の予防、あるいは重症化といったようなことに関する目標量については策定をしていないというのがビタミン E でございます。次はビタミン K でございます。ビタミン K につきまして、まあ、そこに書きましたように、これもビタミン K の欠乏実験、介入研究等データは不十分でございます。でそこで、日本人の中でビタミン K が不足をしたことによって何か障害が起こっている人がいるのかということを調べますと、特にそういった報告がございません。で従いまして、現在の日本人のビタミン K の摂取状態で十分であろうという判断をまずいたしました。で次に、ビタミン K の摂取量についての調査を見ていきますと、個人差が大変大きい。なぜ大きいかといいますと、これはビタミン K、特に納豆という食品がビタミン K を大量に含んでおります。で従いまして、日常的に納豆を食べになられる方と、そうでない方のビタミン K の摂取量には大きな差が出てくる。しかしながら、納豆を全く食べない方においても、特にビタミン K の不足に伴う障害というものは認められておりませんので、納豆を食べておられない方々の摂取量の平均値に基づきまして目安量というものを策定させていただいたということであります。その他につきましては他の栄養素とほぼ同様の考え方をとっております。ということで、それから耐用上限量につきましては、十分な科学的な根拠がないということで設定を見送っております。ただしこれはどこまで食べても絶対大丈夫といったことではございません。まあいわゆるお薬としてのビタミン K の摂取というものが、まあ、実際にありまして、でこれに対しては1日ミリグラム以上非常に大量の K を摂取している方がありますが、その方々に K の過剰症というのは認められておりませんので、まあ、おそらく日常の食生活の範囲でビタミン K の、まあ、過剰摂取による健康障害というのは出てこないだろうということで設定を見送っているということであります。から生活習慣病、特に骨折との関係、骨の健康の維持にビタミン K が関与しているという報告が非常に多くなってきております。ですがここにも書きましたように、少しまだ研究が不十分である、あるいは定量的な知見というものがあまりないということで、現在のところは生活習慣病の発症予防、あるいは重症化予防に関してのビタミン K の目標度の設定というのは見送っているということであります。まあ、ここに書きましたように、特に骨折リスクとの関係につきまして、K がどういうふうに関与しているかということについての研究はさらに必要であるということであります。これがまあ具体的な数値であります。これ、最初に、言葉ればよかったのですけれども、アンダーラインが引いてあるところは、前回から少し数字が変わった、あるいはもちろん高齢者のところは区分が変わりましたので、すべてのラインのところにアンダーラインが引いてありますが、それ以外の年齢層のところですアンダーラインが引いてあるというのは、前回と数字が変わっているところです。ただし、これは多くは参照体重が変わってまいりますので、そういったところから、若干数字が動いているという、そういうふうにご理解いただければと思います。次に水溶性ビタミンであります。水溶性ビタミンにつきましては、これも佐々木先生が、それぞれの栄養素の推定平均必要量の持つ意味が少しずつ違っているという話がありました。で、水溶性ビタミンにつきましても、実は
推定平均質量の持つ意味がビタミンごとに少し違っております。でビタミン B1 につきましては、ここに書きましたように、尿中のビタミン B1 排出量が増大し始める摂取量、つまり、食事からビタミン B を摂取、量を変えて摂取していただきますと、あるところから急激にビタミン B1 の排出量が増えるところがございます。でそこらそこがおそらく体内のビタミン B1 の飽和点であろうというふうに考えておりますので、その飽和点のところを実は推定平均質量にしているということでありますので、これは欠乏症を指標にした必要量ではないということであります。この点が、まあ、後からお話しいたします、ナイアシンとは違っているということであります。 B1 につきましては、推定平均質量量というのは実は体内での飽和量をもとにしている量であるということですので、まあ、例えば推奨量を多少下回っても大きな問題は出現しないであろうということであります。で従いまして、B1 に関しては活用に留意事項、まあ、こういった文章を付け加えております。ビタミン B1 の必要量というのが、いわゆる割拠ではなくですね、割拠の予防に必要な量ではなくて、尿中のビタミン B1 排出量が増大し始めてくる量である、いわゆる体内飽和量をもとにして、算定しておりますので、例えば災害栄養とですね、緊急の場合、そこまでの摂取をしていただかなくても大丈夫であるということでございますので、まあ、そういったことが起こった際にはそのことを少し留意をしていただくということでございます。これが、まあ、ビタミン B1 の数値であります。それから B2 でございます。 B2 につきましても、基本的な考え方は同じでございます。前回と同じでありまして、策定の根拠も B1 と一緒であります。すなわち体内飽和量に基づいて B2 の必要量を求めております。で従いまして、先ほどの B1 と同じような活用の留意事項がついております。すなわち、B2 の、必要量というものも口唇炎、口角炎、舌炎といった B2 の欠乏症をもとにして、それを予防するための量ではなくて、あくまでも体内飽和量に基づいて算定した数値であるということでありますので、推奨量に届かないような摂取があっても大きな問題は生じないであろうという、そういった栄養素でございます。次はナイアシンであります。まあ、ビタミンというのが非常に一見、まあ物質名のような、特にナイアシンというのは一見物質名のような雰囲気でありますが、これはニコチン酸とニコチンアミダという2つの物質の総称でございます。でナイアシンにつきましては、ペラグラという、典型的な欠乏症がございます。でこのペラグラの発症を予防できる最小摂取量をもとにして推定平均質量量を設定をしております。それからナイアシンにつきましては、もう一つ配慮する必要がございまして、これはヒスタミノ酸のトリプトファンから合成されてくるといった面もございます。そういったことございます。それから対応上限量につきましては、そこに書きましたように、これは主にサプリメントでございますけれども、サプリメントの大量摂取によりまして、少し健康障害が起こった事例がございます。でそういったことに基づきまして、こういった数字が策定されております。で何度も申しますけれども、ナイアシンにつきましては、この量、特に推定平均質量量を下回る摂取が継続いたしますと、欠乏症が起こるリスクは非常に高くなるというふうにご理解ください。それから対応上限量が2つ、数字、括弧付きでございますが、これはサプリメントでございますので、サプリメントの場合、ニコチン酸が使われているケースと、それからニコチンアミドが使われているケースがございます。従いまして、括弧でない方の数値はニコチンアミド、括弧の中の数字はニコチン酸としての数字でございますので、そのあたりもご注意をいただければということであります。次はビタミン B6 であります。 B6 につきましては、これは先ほどのナイアシンと同様に
神経障害などの発症など、まあ明確ではないのですけれども、おそらくこれは B6 の欠乏症であろうというような障害がございますので、その障害の予防に必要な量ということで必要量を算定しております。まあ現実的には B6 もいろんな形をとりまして、血液中血小中のピリドキサルリン酸の量を一定量に維持するために必要な B6 の摂取量として算定をさせていただいたということであります。から体温上限量に関しては、ピリドキシンを大量に摂取したときに、ここに書きましたような障害が発生するという報告がございますので、これに基づいて体温上限量を策定させていただきました。でこれが、ビタミン B6 の摂取基準でございます。まあ、通知的には2015年版から特に大きな変更はございません。から次はビタミン B12 でございます。ビタミン B12 につきましては、悪性貧血で明確な欠乏症がございます。でこれにつきましては、内因子ビタミン B12 の吸収には内因子というものが必要であるということは栄養学の教科書に書いてありますが、これを遺伝的に欠損されているケースあったりいたしますので、そういった方々あるいはまあ外科手術なんかの関係で胃を全部取ってしまわれた方に関しましては、どうしても B12 を注射によって補っていく必要がございまして、これについては1日あたりどれぐらい必要かということが明確に決まっております。従いましてその数字に基づいて、実際には健康であれば単純に排泄される B12 が再吸収されますので、その部分を少し引いた形で、健康な方の B12 の必要量というものを求めてまいりました。でその結果として出てきた数字がここに書かれた数字であります。ただし、最近では B12 の必要量につきまして、体の中に存在しております B12 を補酵素として必要な酵素がいくつかございます。でそれらの酵素の活性を一定に保つというところが B12 の必要量ではないのかという報告が出てきておりますので、そういったものを、まあ、起点に考えていきますと、もしかするとこの最低平均必要量推奨量は少し高い数値になる可能性がございます。ただし現在のところはあくまでも悪性貧血というですね、明確な欠乏症を予防するために必要な量であるというふうにご理解をいただきたいと思います。次が葉酸でございます。で葉酸につきましても、少し、言葉の表現等が変わったところがございます。葉酸というのは一種類の物質ではなくて、例えばプテロイロモノグルタミン酸というのが代表的な葉酸の活性を持っている化合物でありますが、その他食事中の葉酸の活性を持っている物質というのは何種類かございます。でそれらを全部まとめて葉酸という名前がついているということであります。でそこで、後で出てまいりますけれども、実は今回から摂取基準ではプテロイロモノグルタミン酸のようにサプリメント等に使われている葉酸、これを教義狭い意味の葉酸、それから食べ物の中に含まれている葉酸を食事性の葉酸というふうに少し言葉の使い分けをさせていただきました。でまず一般の方々に関しての葉酸の必要量でありますが、これは、赤血球の中の葉酸濃度を一定に保つために必要な葉酸として食事性葉酸の量として算定をしております。それから、小児につきましても、あるいは妊娠、妊婦か、これは妊娠の中期および後期の方々でありますが、その方々についても、あるいは授乳婦の方につきましても、あるいは乳児の目安量についても、いずれも食事性葉酸としての値を計算をしております。から体温上限量につきましては、これは食事性葉酸ではなくて、そこに書きましたプテロイロモノグルタミン酸という競技の葉酸に対しての量として設定をしております。からこのスライドなんですが、少しお手元の資料の修正がございます。おそらくお手元の資料のところですね、活用にあたっての留意事項のところが、
妊娠を経過している女性、妊娠の可能性がある女性、その後および妊娠初期の妊婦はという言葉がおそらくお手元の資料では抜けているかと思いますので、その部分補っていただくということをお願いいたします。活用にあたっての留意事項でございますが、これは実は報告書の案として厚生省のホームページなんかに載っているやつにまだ載っていない表なのですけれども、お手元の資料にはあるかと思います。少し要塞につきましては混乱があるといけませんので、こういった図を書かせていただきました。上側、これが食事性要塞についての食事摂取基準であります。一般の方々、他って書いてあるのが一般の方々であります。一般の方々についての、いわゆる推奨量といったものと、それから、推定平均必要量がそこに EAR、RDA の形で書いてあります。それから授乳婦の方の、EAR と RDA、 それから妊娠中期、妊娠後期の方の EAR と RDA、 これらはいずれも食事性要酸というものを念頭に置いたものです。でそれに対して、サプリメントおよび強化食品から摂取する要酸、これが一般的にはプテロイドモノグルタミン酸が使われておりますので、これを競技の要酸というふうに申しまして、神経管閉鎖障害の発症予防のために1日あたり400マイクログラムを摂取していただくのが望ましいというような、留意事項を付けさせていただきました。ですので、そういった方々のご相談を受けた場合にはやはり400マイクログラムのサプリメントを取っていただくことが望ましいというふうに指導していただければということであります。でこの表の方に載っておりますのはいずれも食事性要酸、対応上限量については実はプテロイドモノグルタミン酸でございますので、少しこの表ですね、この指標ごとに意味している要酸の種類が違っているということ、それから脚注のところには妊娠を経過している女性、妊娠の可能性がある女性および妊娠初期の方については、食事の性要酸以外ですね、競技の要酸を400マイクログラムパーデー摂取することが望まれるという書きぶりに変わりましたので、このあたりですね、少し前回とは表現が異なっているということにご注意いただければということであります。次はパントテン酸でございます。パントテン酸につきましては、特に大きな、パントテン酸に関、パントテン酸という言葉の意味が栄養学の教科書にも書いてありますが、いろいろな自然界の、ありとあらゆるものに含まれているものであるというのが、どこにでもあるというぐらいの意味でありますので、多くの食品に一定量含まれているのがパントテン酸でございます。で従いまして、日本人においてパントテン酸の欠乏症その他の報告は一切ございません。で従いまして、摂取量の中央値をもとにいたしまして目安量を策定しております。これにつきましては、前回とほぼ変更はございません。から同様のことが次のビオチンにも言えます。ビオチンにつきましてもやはり同様に目安量を設定しております。ただし、ビオチンに関しましては食品成分表にまだ不備がございますので、国民健康用調査ではビオチンの摂取量の計算がされておりません。で従いまして、別途トータルダイエット法でビオチンの摂取量を求めている研究がいくつかございますので、それに基づいてビオチンの目安量を設定をしているということであります。これがビオチンの数値でございます。ちょうどだいたい今で半分ぐらいで、ちょうどビタミン、ミネラルでちょうど半分ですので、時間的には今ぴったりなんです。あ、だってまたビタミン C ございます。ビタミン C です。つい B 群が終わったらもうビタミン終わってしまったと。ビタミン C なんですが、ビタミン C の必要量の決め方というのは実は解決病の予防ではなくて、ここにも書きました心血管系の疾病予防、あるいはビタミン C が持っております抗酸化作用が期待できる量というところで設定をしております。従いましていささか目標量に近い数字が
これまでも必要量として策定されてきたというふうにご理解をいただければということであります。実際に解決病に必要な摂取量というのはおそらく10ミリから20ミリグラムであろうというふうに言われております。まあ、そういったやや目標量に近い形の必要量でございますので、活用にあたっての留意事項といたしまして、B1、B2 と同じような表現をここに書いておるということであります。推定平均必要推奨量は、従来通り、多分非常に覚えやすい数値ですので、皆さん方の頭の中にはビタミン C の推奨量は成人で100ミリグラムであるというのは多分インプットされているかと思いますが、その数値自体は動かしておりません。ただしこれは目標量に近い数値であるというようなご理解もぜひしていただければということなのです。で、次にナトリウムの方へ移ります。ミネラルに移ります。ナトリウムにつきましては、もちろんナトリウムは生きていくために必要なミネラルでありますので、1日あたりの最低必要量というのは存在しております。ただし、ナトリウムの供給源というのはほとんどが食塩であります。そして食塩の摂取量というのはやはり非常に多いということで、ナトリウムの不足や欠乏の可能性というものを考える必要はもちろんないということであって、活用上は、ナトリウムの推定平均必要量というのはあまり意味はありませんが、だけど必要な栄養素であるということを強調するために推定平均必要量は示しております。で、推奨量につきましては、設定しても意味がないということで、示してはおりません。それからナトリウムの過剰摂取、特に食塩の、過剰摂取によって、血圧であるとか慢性腎臓病であるとか多くの生活習慣病の発症というものが、食塩の過剰摂取によって、促進される、あるいは重症化されるという方法がございますので、目標量の策定はいたしました。で、推定平均必要量はいつも同じなんですが、不可避損失量を補うために必要な最低限の量というものを必要量としております。から目標量につきましては、これも、本来であれば、WHO のガイドライン、1日あたり食塩として6グラム未満ということが言われておりますが、現在の日本人の食生活においていきなり6という数字を設定するのは非常に現実と離れておりますので、これはもう2010年以降採用している考え方でありますが、現在の摂取量の中間値と摂取量の中間値と推奨量とのちょうど間ですね、それを一つの目標量として設定をしているということであります。それから生活習慣病の重症化予防に関しては、これは WHO が言っております数値、1日あたり食塩として 6.0 グラムというものを重症化予防の数値としては採用させていただきました。従いまして、ここに書かれたような数値が今回のナトリウムあるいは食塩の、特に目標量のところであろうかと思います。男性で 7.5 グラム未満、そして女性で 6.5 グラム未満という数字に今回はしております。そして欄外に脚注の形で高血圧及び慢性腎臓病の重症化予防のためには男女とも6グラム未満というふうにさせていただいたということであります。より一層の減塩ということを進めていただくということであります。次はカリウムであります。カリウムについては考え方は特に変えておりません。まず多くの食品に含まれておって一般の生活で不足になるということはないということなので、推定平均必要量は推奨量ではなくて目安量を設定しております。それからもう一点は、高血圧を中心とした生活習慣病の発症予防の観点から、これまでと同じように目標量を設定しております。考え方につきましては前回と変更点はございません。で、ここに書かれた数字、3歳から5歳のところ新たに目標量を設定させていただいております。3000あるいは2600という数字は本来 WHO は3200ほど、
成人男性が3200から3000もう少し上の量を取るようにというふうに言っておりますが、日本人の摂取量の中間値がだいたい2600から2700ぐらいでありますので、その間を取りますと2850からあたりの数字になりますので、それをまあ少し丸めて3000というか、男性の場合ですけれども、そういった形で従来通り3000という数字を設定しているということであります。からカルシウムでございます。カルシウムにつきましては、日本人を対象とした研究というものがあまり存在しないということで、従来通り主に日本人と非常に体格等が似ております中国のデータに基づいて策定をしております。ナトリウムの場合は一種の陽陰加算法と申しまして、カルシウム、糞便やおしっこやそれから汗に失われているカルシウムで、成長期でありますと体内にカルシウムは蓄積していきますので、そういったところから必要なカルシウム量を求め、さらにそこに吸収率を加味した上で必要量を計算しているということであります。から体重上限量に関しまして言いますと、通常の食生活でカルシウムの過剰が起こるということは考えにくいのですが、カルシウムにつきましてはサプリメントがたくさん売られておりますので、そういったサプリメントを大量に摂取された場合にカルシウムアルカリ症候群という非常に特殊なものでありますけれども、そういった過剰障害が出ることがありますので、それで上限量を設定させていただいているということであります。それからフレイルの予防に関してですね、現在の高齢者の必要量というのは骨上の維持を考慮できていないということですが、残念なことにこのフレイルの予防を目的とした量を設定できるだけのまだエビデンスがございませんので、量の設定は見送らせていただいているというところであります。摂取基準といたしまして、骨折や骨粗しょう症を果たして生活習慣病の中に入れるのか入れないのか、他の要素では割とスッとそういった表現が出てくるんですが、カルシウムになりますとどうしてもこの話の中心になってまいりますので、これを入れるかどうかということに対してもまだ議論がございます。ですので、今後の課題としてこういったことの予防に必要なカルシウムが一体どれぐらいなのかということを具体的な数値を検討していく必要がございます。で、ここに掲げられた数字がこれも特に前回と大きく変わっておりません。で、カルシウムに関しては上限量2500という数字がございます。それから生活習慣病の予防に関しては、カルシウムのサプリメントなんかを取った時のプラスの効果を言っている研究と、それからマイナスの効果、逆向けの効果があるという研究がやはりございます。どうもカルシウムの摂取量、カルシウムの効果については少ないのも良くないし、取りすぎもやはり良くない。これは生活習慣病の予防に関してもそうなんですが、少なくても良くないし、取りすぎても良くない。だけど、どのあたりが一番いいのかというところがまだよく分かっていないというところなので、目標量というものが策定できていないというのが現状だということであります。次はマグネシウムであります。マグネシウムにつきましても、これはいわゆる水筒実験に基づきまして、マグネシウムの水筒が、ちょうど平衡が維持できる量ですね、これをマグネシウムの必要量であろうと考えて、現在マグネシウムの推定平均、必要量を決めております。それから対応上限量などですが、いろいろ栄養素によって対応上限量の表し方が表の中にあったり欄外にあったりということで不統一であるというところはまだ残っているんですけれども、マグネシウムに関して申しますと、食べ物の中のマグネシウムというのは大半が例えば葉緑素の中にマグネシウムがございます。そういったように食事中の成分と割と強く結びついたマグネシウムであります。それに対してサプリメントのマグネシウムというのは無機のマグネシウムであります。で、そういった無機のマグネシウムが大量に消化管に出現いたしますと、脂肪の消化によって有利した脂肪酸とマグネシウムの間の塩、いわゆる石鹸ができてしまいまして、これが吸収できない。で、このために下痢が発生するといった、障害、下痢を障害といえば障害なんですね。で、そのために、
サプリメントからの無機のマグネシウムに対してのみ上限量を設定しているということであります。したがいましてマグネシウムの食事摂取基準、例えば耐用上限量のところに横バーが引っ張ってあって、そして耐用上限量のところに1という脚注がついて、通常の食品以外からの摂取量の耐用上限量が成人の場合350と書いてあるんですね。でこれは350っていうのは通常の食品からのマグネシウムの推奨量とほとんど同じレベルであります。じゃあ通常の食品からのマグネシウムを例えば700取ったらダメなのかというと、それはおそらく大丈夫だろうということであります。今申しましたようにサプリメントからのマグネシウムといったものは無機のマグネシウム塩でございますので、そういったものを一度きに大量に取りますと下痢が発生するということで、それが起こらない量ということで350という数字を設定しているというふうにご理解いただければということであります。次はリンでございます。リンにつきましても、必要量ということをまだ定めることができておりません。で日本人についてリン欠乏に関しての報告がございませんので、現在の摂取量というものがほぼ妥当であろうということで、日本人の摂取量の中央値を目安量として設定をさせていただいております。で耐用上限量につきましても血清のリン濃度が上昇するといけませんので、それが起こり始める量というところで耐用上限量を設定しております。これも数値的には変わっておりません。でリンにつきましては、例えば腎臓慢性腎臓病が少し悪くなった方については、リンを過剰に摂取すると血中リン濃度が上昇していって、その後の予後が非常に良くないということは報告されておりますが、まあ、それ以前のですね、方々についてリンをどこまで制限すればいいのかということについてまだ結論が出ておりませんので、特に目標量というものは決めていないということであります。で次は鉄であります。鉄につきましてはいわゆる陽陰加算法というですね、まあ、鉄の摂取基準のところ非常に細かな表がたくさんたくさん出ていて、あれをご理解いただけているかということについて私ども非常に心配なのですけれども、要は、特に成長期の場合鉄がこれだけ蓄積をする、で女性の場合はそれ以外に月経血から失われる量があるというようなことをすべて考慮した上での鉄の必要量というものが設定しております。で鉄につきましては実は今回いくつか、考え方を修正した部分がございます。でどこの部分を修正していったかといいますと、まず妊娠中の女性、特に中期と後期につきまして、これまで非常に大きな数字が示してありました。しかしながらどうもそれは現実と乖離しているのではないかということが前から懸念をしておりまして、いろいろな文献を見ていきますと、どうやら妊娠中の女性、特に中期後期の鉄の吸収率はこれまで考えられている以上に高い、40% と考えてもいいであろうという報告がだいぶ出てまいりましたので、今回から妊娠中期後期に関しては鉄の吸収率を 40% に見積もっております。それからもう一点、鉄に関して特に成長期の方々について、いわゆる変動係数を 20% と見込みまして、推定平均必要量から推奨量に計算するとき 1.4 倍という数字を用いておりました。でこのために、小学校高学年や中学生につきましては特に推奨量が非常に大きな数字になっておりまして、これもなかなか達成が難しいというふうによく言われておりました。で現実に、小学校高学年や中学生の方々の貧血の有病率というものを調べていきますと、現在の摂取量とそれから2015年版の推定平均、推奨量と比較した場合ですね、推奨量に達していない人たちが非常に多いにもかかわらず、あるいは推定平均必要量にも届いていない方が多いにもかかわらず貧血有病率は実はそれほど高くはないという報告が出ております。で従いまして、1.4 倍する必要はないのではないかというふうに結論をいたしまして、成人と同じように
推奨量に、推定平均必要量から推奨量にするときに 1.4 倍ではなくて 1.2 倍にするという変更をいたしました。ということで、ここに示しておりますように、6歳から14歳までの推奨量の数字が、前回に比べまして少し小さな数字に変わっていると思います。それから妊娠中の女性の特に中期と後期に関しましても、これまで10ミリグラムを超える負荷量がついていたと思いますが、これが、推定平均必要量で8、推奨量で 9.5 というですね、少し小さな数字に変更しておりますので、より現実的な数字に変更されたというふうに理解していただければと思います。続きまして亜鉛でございます。亜鉛につきましては、金型その他について大きな変更はしておりません。これも亜鉛の実は推定平均値の求め方も非常にややこしい求め方をしておりますが、一種の要因加算法で求めております。で、考え方としても特に変えてはいない。で、成人から、小児の値を概想するというところも前回とは変えておりません。で、従いまして、特に大きな変更ございませんし、それから生活習慣病予防に関しての報告がいくつかあるんですが、亜鉛の場合効果があるという報告のほとんどが耐用上限量以上の亜鉛の投与をされている研究ですので、少しそういったものを参照するのはやめた方が良いのではないか。つまり、亜鉛の過剰投与による障害があまり配慮されていないのではないかというような考え方がありましたので、そういったものについては今回は目標量の設定をしなかったということであります。特に大きな変更をしておらないのが亜鉛であります。から次は銅であります。銅につきましては若干の変更をいたしました。これまで銅につきましていろいろ必要量を求める研究というものは特定の非常に対象者の数の小さな集団の研究でやられていた。それに基づいて数値を決めておりました。で、しかしながら銅に関しての創設が出てまいりまして、複数の研究から銅の必要量を求めているというような研究が出てまいりました。つまり数値的には実は一緒なんですけれども、精度は上がっただろうと。つまり推定平均必要量を考えるための研究の精度が高くなっているというふうに判断いたしましたので、これまで必要量から推奨量にするとき 1.3 倍を採用しておりましたが、これを 1.2 倍、他の要素と同じ 1.2 倍にいたしました。で、その結果といたしまして、推奨量のところの数字が、今まで 1.3 をかけていたのが 1.2 をかけたことによりまして、若干小さくなった、年齢層によって若干小さくなったところがございます。それから耐用上限量に関しては、これまで、アメリカの研究からですね、10という数字を用いておりましたが、これは実はいわゆる不確実性因子といいますか、安全率というものをほとんど見込んでいない数字でございましたので、少し安全率を見込もうということで7という数字に少し引き下げております。銅については、推奨量のところの数字が若干変わった年齢層と、それから耐用上限量が全体に小さくなっているということであります。マンガンにつきましては、特に欠乏その他の症状日本人にございませんので、現在の摂取量の中央値をそのまま目安ようにしております。で、ただし、日本人マンガンというのは穀物や豆類、さらにお茶といったものに非常にたくさん含まれておりますので、日本人のマンガン摂取量というのはアメリカ人に比べますと 1.5 倍ぐらいございます。で、従いまして、おそらく日本人のマンガン摂取量というのは必要量の 1.5 倍ぐらい、12分な量を取っているだろうと考えられますので、むしろたくさん取りすぎることの方の注意が必要ではないのかというのが今後の課題であります。実際妊娠期の高血圧症とマンガン摂取量についての報告が少しずつ出始めておりますので、そういった情報を今後集めていこうというところであります。これは冒頭申し上げました要素であります。
要素に関して、関しますと、日本人の要素の供給源が海藻、特に昆布でございます。でこのために、諸外国とは相当に違った考え方をしないといけないということが一つあります。ただし残念なことに、推定平均必要量を算定するにあたっての研究、日本人を対象にした研究はございませんので、必要量に関しては従来通り欧米の研究に基づいて策定をしております。ただし上限量について、数値そのものは実は変えていないのですけれども、留意事項のところでいくつか表現をさせていただきました。耐用上限量、これは成人や高齢者、ここにいろいろありますが、例えば日本人の要素摂取量が平均的に見てだいたい1日に3ミリグラム程度であろう、あるいは、昆布を大量に投与する実験が昔されておりまして、1日あたり30ミリグラムを超えるような要素の摂取が続くと甲状腺機能の低下が起こっているということもありますので、それに基づいて安全率をかけるとやはり3ミリグラムという数字が出てくるので、耐用上限量1日あたりという観点から言うとやはり3ミリグラムであろうというふうにまず考えたということであります。それから子どもたちについて申しますと、実は WHO あるいは各国の要素の子どもたちの上限量の元になっている研究が日本の子どもたちのを対象にした研究であります。で従いまして、これを無視するわけにはいかないということでそれに準拠をしております。ただし昆布の中の要素の吸収率は、欧米のような食卓塩の中に含まれている無機の要素の吸収率よりも低いという研究結果がボツボツと出てきております。でそのあたりを考慮いたしまして、少し子どもたちの要素の上限量も少し高い数字に変更いたしました。ただし、授乳中の女性に関して申しますと、たくさんの要素を取りますと母乳の中に要素が出現してまいります。で赤ちゃんに関して言いますと、やはり高要素濃度の母乳を飲み続けますと甲状腺機能低下が起こるという報告が存在しておりますので、そういった観点から言いますと、妊娠中の女性と同じように母乳の要素濃度を極端に高くしないという観点から、やはり非授乳時よりも低い値にした方がいいだろうということで少し前よりも低い数字にさせていただきました。それから、要素につきまして実は活用にあたっての留意事項をかなり具体的な数字で書かせていただきました。まず昆布を食べますと1日あたりに要素摂取量が場合によっては10ミリグラムを超えるということはざらに起こります。でこれが問題かどうかといいますと、おそらく問題ではないだろうと思います。ただしこれが毎日続きますとよくわからない、もしかしたら何か起こるかもしれません。でそこで、1週間あたりだいたい20ミリグラム程度までだったら大丈夫だろう、つまり、昆布を大量に食べるというような食事は1日に2回ぐらいだったら大丈夫だろうというような、おおよそのところになりますけれども、そういったことをここに書かせていただいたということであります。今後もこういった要素の、特に海藻類に起因する要素の過剰摂取がどこまで健康との関連がどうなっているかということについては、今後もずっと観察をしていく必要があるのですが、現在のところはこういった書き部類にとどめているということであります。ただしもう一点、海藻類を徹底的に忌避いたしますと日本人であっても要素欠乏が起こる危険性があるという報告がございますので、従いまして献立を考えていただく場合には昆布をはじめとする海藻類をやはり適切な量を使っていただくということをここからお願いをしたいと思います。これが要素の食事摂取基準でございます。8歳あたりから14歳までの耐用上限量が少し大きな数字に変更しております。それから授乳婦の耐用上限量を妊婦と同じ2000マイクラムパーデーに変えたというのが一つの、数値的には違いであります。
あとマイナーなミネラルが3つほど残っておりますので、時間の許す範囲で説明をいたします。次はセレンでございます。セレンの摂取基準は習慣的な摂取量が、まあ、というか黒山病というですね、非常に重篤なセレン欠乏症というのがございます。これは心筋障害を起こしてひどい場合は命を落とすというような非常に重篤な欠乏症がございまして、食事摂取基準におけるセレンの推定平均質量量は実はこの黒山病を予防するための最低量でございます。で従いまして、この量を下回っていただくということは避けてほしい数字であります。これが他のミネラルとは少し違う点であります。他のミネラルに関しては陽陰加算法であるとか水筒実験であるとかですね、そういったものを起点に考えておりますので、少し推定平均質量量といいましても何と言いますか、余裕があるような推定平均質量量なんですが、セレンの場合はそういった余裕のない必要量として数字が定めてあるということをぜひご理解いただければということであります。それから生活習慣病発症予防に関して、セレンに関してはサプリメントがかなり売られております。実際には、日本です無機のセレンを加えたようなサプリメントは売れないんですけれども、輸入品等でそういったものが存在しております。で、そういったものの中にはいろいろな病気の予防につながるような表現がしてあるかと思いますが、実際にそういったサプリメントが役に立つのは日本よりもはるかにセレンの摂取量が少ない地域ですね。まあ、ここに書きましたようにセレン摂取量が50マイクログラムパーデーを下回るような地域、そういった地域ではサプリメントの効果確かにございます。ただし一般的な日本の食事では、セレンの摂取量というのは通常50マイクログラムパーデーを下回るということはほとんどありえないので、日本人においてセレンのサプリメントを取っていただく必要は全くございません。でむしろ、セレンのサプリメント、例えば200マイクログラムパーデーを超えるようなサプリメントを取ってくると、今度は糖尿病のリスクが高まってくるという報告がございますので、そこに書きましたようにサプリメントを摂取してセレン摂取量を意図的に高めるということはやはり避けていただきたいということもお願いをしたいと思います。次はクロムでございます。クロムに関しては実は、ここには書きませんでしたけども、栄養素であるかどうかというそのあたりがぐらついてきています。まあ、こういった微量のミネラルの研究をしている人間たちの中間ではどうもクロムは栄養上必要ではないのではないかという声の方が強くなっているという、そういうミネラルであるというまずご理解をいただきたいのです。従いましてじゃあ、ということなんですが、まあ、目安量として何の配慮も必要ではないのだという意味の目安量が設定してある。それからやはりクロムについては糖尿病の予防という観点でサプリメントを取られる場合がございますので、そういったサプリメントを不適切に摂取した場合に逆に健康障害が起こっているという報告がございますので、対応上限量を新たに設定をさせていただきました。で具体的な数値なのですが、ここにありますように1日あたりの目安量は10マイクロです。でクロムにつきましても成分表にはクロムの数字が載っている食品と載っていない食品がございまして、実際のところ献立の上クロムの摂取量を計算するというのは実はほとんどできない。でなぜ10かといいますと、現在の成分表のあの載っている数字だけを使いましてクロムの摂取量を計算で出してくると大体10になるんですね、一般的な食事で。でそれで多分十分ですので、そしてこの500というのはクロムサプリメントは取らないでくださいという、そういうメッセージであるというふうにご理解いただければということであります。最後のモリブデンでございます。大体時間です、モリブデンにつきましてもほとんど数値的には変えておりません。でモリブデンというミネラルも穀物や豆類といったものに非常にたくさん含まれておりますので、モリブデンの必要というのは平衡維持量に基づいて
決めてあるんですが、大体20から30マイクログラム取っていただければ平衡が維持できる。ところが日本人はおそらくその10倍の200マイクログラムを取っているだろうということですので、特に日常生活においてモリブデンについて配慮していただく必要はまずないということであります。ただまあ理屈の上で少し数字を変えております。それはなぜかと言いますと、まず小児の値を設定しておりませんでした。まあ、これはいろいろ過去の経緯もあるんですが、他のミネラルについても同じぐらいのエビデンスがあるのに小児の方に該当しているという例がございましたので、今回モリブデンも他のミネラルと習いまして、成人の値から小児の方に該当をしたということで数字は決めさせていただいた。それから、元になる数字がアメリカの4人の人を被験者にした研究でありますので、まあ信頼性ということについては非常に少し、信頼性が低いというふうに考えられましたので、推奨量算定係数は 1.2 ではなくて 1.3 に変更したので、少し年齢層によって推奨量が大きくなったということでございます。以上、非常に駆け足で説明させていただきましたが、最初にも申しましたけれども、あくまでもここの接種基準の数字というのは、ある一定の期間の中でこれを充足させていただきたいということがこのビタミンやミネラルでございますので、やみくもにこれらのものの数字をすべてついつまを合わせようということで妙な献立を作られるということはまず避けていただきたい。それからもう一点でございますが、特に高齢者等になってきますと食事の量全体が少なくなってきます。でそういった時にビタミンやミネラルというのはいろいろサプリメントもございますので、ビタミン、ミネラルだけでもこの基準値を満たそうとされるケースがあるかと思います。やはりそれもおかしいと思います。まあ、そういった具体的な研究はあるわけではございませんけれども、やはり食事というのは基本的にバランスでございますので、主要な栄養素の量が減ればこういった微量の栄養素の量もそれに合わせて減っていくというふうにご理解いただきたいんです。だからあくまでも食事の基本というのはまず主要な栄養素をまずきちっとした量を取っていただいて、それからビタミン、ミネラルにしても、まあ、メジャーなビタミン、メジャーなミネラルという言い方はあまりよろしくないんですけれども、まずメジャーなビタミン、メジャーなミネラルを合わせていただいて、で残りの、まあ、私の専門のマイナーなミネラルに関しては、まあ、1、2週間の中でついつま合わせていただければおそらく十分であろうということでございます。ちょうど私に与えられた時間も以上であろうと思いますので、これで終了させていただきます。どうもありがとうございました。